中日アルバニア大使館はアルバニアが日本の首都東京に設置している大使館である在東京アルバニア大使館とも1912年11月28日アルバニアがオスマン帝国からの独立を宣言1922年4月日本とアルバニアの間で外交関係が樹立される1930年6月20日に両国は 初の通商条約を締結し、1935年には大使館や公使館に先立って在大阪アルバニア名誉領事館が設置されたが、第二次世界大戦が勃発する直前の1939年4月、イタリアがアルバニアを侵攻して、イタリアの保護国に組み込んだことにより、大日本帝国は独立した主権国家としてのアルバニアとの国交を失った。 1981年3月、アルバニア社会主義人民共和国と日本国の間で国交が再開される。東京の大使館が開設されるまでは、北京の在中華人民共和国大使館が中日大使館を喧嘩していた。2005年12月、東京に中日アルバニア大使館が開設される。ただし、開設当初はファトスカー地区臨時代理大使が常駐する。 現金駐在官事務所であった。2009年4月、現金駐在官事務所に代わって、特命全権大使が常駐する正式な大使館に昇格。同年6月10日、東京常駐では、初代となるブヤールディダ大使が皇居で新任状を法定した。2016年9月8日より、ジェルジテネケチェジウが特命全権大使を務めている。ありがとうございます。